5月23日はキスの日。羽生譲選手が北京五輪でリンクに口づけした美しすぎる一枚がこれだ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。オリンピックの公式ツイッターアカウントは5月23日、羽生譲選手が北京五輪でスケートリンクに口づけした写真を公開しました。5月23日は キスの日、オリンピックの公式ツイッターアカウントはこの日、羽生譲れ選手がスケートリンクに土付けしている写真を公開した。この写真は2022年2月に開催された北京五輪のフィギュアスケート、エキシビションで撮影され、ファンの間でも話題になることがある一枚だ。羽生選手は北京五輪で3連覇に挑んだが、ショートプログラム、SP で8位と出遅れ、フリーで前人未到のクワッドアクセル。 4回転半ジャンプに五輪史上初めて挑んだが転倒し、合計4位だった。そして2月20日に迎えたエキシビション。ハブ選手は、春よ、恋の美しい調べに乗せて表情を舞い、氷を這うように滑るハイドロブレーディングでリンクに口づけする演技を見せた。ハフポスト日本版編集部、羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、 フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イラマサオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という異業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。